ガリシア州内の位ポルタスは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカで、カルダスに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は3073人。住民故障は、男女同系のポーテンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は95.89%。ポルタスは、ポンテベドラ県の北西部に位置し、コマルカで、 カルダスに属する。北部がカルダスデレイスと、東がモラーニャと、東南がバーロと、南から、西がメースと、西がビラノーバでアローサの各自治体と隣接している。自治体中心地区はポルタス教区のクラス地区。ポルタスはカルダスデレイス司法管轄区に属す。住民は4の教区内の55の地区に居住する。自治体市長は、 ガリシア国民党のロベルトバスケス総統、自治体表議員はガリシア国民党7ガリシア民族主義ブロック3ガリシア社会党1となっているポルタスは4の教区に分けられるふとじは自治体中心地区のある教区ありがとうございます